バルサ相手にゴールゼロアシストゼロ枠内シュートゼロエムバペに対する海外の反応がグロすぎた。一体彼は何をしていたんだ？頭の中はマドリーで埋め尽くされているのか。失礼な選手だ。この試合のエムバペは3人存在した。1人はクンデ、1人はアラウホ、1人は高校生のポケットの中に入った。彼は種目を切り替えるべきだ。ボルトを追うべきだ。うんこうんこうんこ。今日の彼のプレーは私のうんこ以下だ。17歳に封じられた哀れな選手。マドリーへの加入を正式発表するために負けたいのだろう。今日のエムバペは走ることしかできなかった。彼の武器はスピードだけでした。アラウホは今頃笑っているよ。来季のクラシコは簡単だ。間違いないのはビニシウスの方が優れている。マドリーは莫大な費用でうんこを手にすることになるだろう。マンユナイテッドに行きアントニーとプレーさせるべきだ。早くマドリーに行きましょう。我々にはリバプールからルイス・ディアスが来るはずだ。